バックヨークテープ切り替えブラウスのご紹介です。こちらの通常のプレーンなシャツなんですけれども、こういったところに大変ちょっと特徴的なテープ使いですね。少し伸縮性のあるニットのような感じなんですけれども、こんな感じですね。ここ後ろとお袖のところと、あと袖口もリブになってますので、こんな感じでお袖の調節も大変しやすいデザインとなって、そのかなりちょっと変わってて面白いデザインかと思うんですけど、ちょっとスポーティーな感じですね。そうですね、でも本当にこう女性らしさも忘れずにというところで、大変特徴のあるブラウスなんですけれども、今着ていますのがチャコール寄りのストライプですね。ちょっときなりがかったベースにチャコールの、ストライプですね。でブラックのこれテープですね。であと、アイボリーとネイビーは単色に、テープ使い、あと B 色もストライプで、ネイビーが基調となっているものの4色展開となっております。結構後ろは長めなので、このような形で出していただいて、パンツスタイルもちょっとこうマニッシュな感じも大変おすすめなんですけれども、前後インしていただいてスカートという合わせでもいいかと思いますし、本当にこの特徴を楽しんでいただけるアイテムとなっております。